ゆずきしんすけはバイクレーサー。大阪府生まれ。青春時代を神戸で過ごす。国内最高峰のモーターサイクルロードレースである全日本ロードレース選手権に出場中。高校時代よりバイク雑誌、元チャンプ主催のミニバイクレースに出場し始め、好成績を収める。その後1995年より全日本ロードレース選手権に参戦。 GP125 クラス、GP250 クラスを経験し、2006年から JSB1000 クラスに出場。2000年にはツインリンクモテギで開催されたモートジッピー日本グランプリ GP125 クラスにワイルドカードで出場。予選9位と検討するも決勝で4位まで順位を上げた後に惜しくも転倒、リタイア。2001年、 映画、テレビ CM 制作会社である、株式会社ロボットとジョレーシングとのコラボレーションにより、誕生したロボットレーシング、ジョにメインレーサーとして所属し、GP250 クラス2に2年間出場。この期間中、実際のレース用バイクが、株式会社ロボットが制作した映画、リターナーの宣言ツールとして使用された。2005年、 鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦し、ホンダ総風会鈴鹿レーシングチーム29から加藤直樹選手と組んで出場。2006年、鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦。ホンダ鈴鹿レーシングチームから荒川智樹選手と出場。予選21位、決勝19位で完走。2007年、鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦。ホンダ鈴鹿レーシングチームから、 荒川智樹選手と出場。予選23位、決勝12位で完走。2008年、鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦。ホンダ鈴鹿レーシングチームから、森井竹綱選手、並平良織選手と出場。予選12位、決勝16位で完走。2009年、鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦。ホンダ鈴鹿レーシングチームから、森井竹綱選手、 ナミケイイ選手と出場。予選13位でスタートし、決勝では一時4位まで順位を上げるも109周目のホームストレートエンドで転倒。一時意識不明の渋滞となる。その後懸命のリハビリにより、ほぼお普通の日常生活を送れるほどに回復。現在、ホンダ技研工業のクラブチームである、ホンダ鈴鹿レーシングチームに所属。ありがとうございます。